会場であるつくばサーキットのコース紹介。タイムアタックの聖地と呼ばれる非常にテクニカルなレイアウト。ホームストレートは282メートル。ここを全開で行った先にあるのは入り口55R、出口35R の複合コーナー1コーナー。続いての S 字はできるだけ直線に駆け抜ける。続く1ヘアはカントがついているため高いコーナリングスピードで旋回が可能。ダンロップコーナーは次の 80R を全開にできるライン取りが必須となる。立ち上がってからはアクセル全開で2ヘアへと突入。2ヘアは1ヘアと同じくカントがついている。バックストレッチへ向けて加速体勢が取れるようアウトインアウトのライン取り。筑波最長437メートルの直線。ハイパワー車のトップスピードは220キロオーバー。そこから1速または2速落とし最終コーナー突入。立ち上がりはコースいっぱいを使うイメージ。1分切りがステータス。これが筑波サーキットである。今日は、アタックつくばの10周年ということでですね、車も若干アップデートして、狙うところは52秒切りというところを狙っていきたいと思います。オーストラリア WTAC からですね、戻ってのアップデート、非常にオーストラリアを走って、日本にないコースということで、勉強になった。大きいところで言いますとアップライトの変更、それから車重の若干減量というところが今回の大きいアップデートの争点になると。まあ、それで頑張って52秒を切りたいというふうに考えています。頑張ります。出ましたね。谷口伸びてる抜きましたけど。どうですか。ですね。本人がいないのが残念。もう負けましたってサインもらうんだけど。いや冗談冗談。怒られる。
西で腕を磨いた世界のあんちゃん、なんと51秒8自己ベスト更新エボのコースレコード、谷口なんとかいうあの背高いやつ抜いちゃいましたね。世界のあんちゃんやからね。西でね、こうガンガン腕を磨いた連中がやっぱりこうやって東に来てね、トップ取るとちょっと気分いいですよね。そうですね、やっぱ関西でやめたらあかんでって感じで、やめたらあかんで、なんかね、ちょっと前までやっぱりなんかちょっと西はレベル低いよみたいなね、そういうとこあったもん ね、 そうですね。いや、これからも頑張りましょうよ、はい、近い、なんやなんやねその帽子、え、これ帽子取って、これなんや、どっか工場のおじさんか、あんた。やめろよ。おしゃれボス大変。頼むよ、ちゃんと。ちゃんと編集してね、かっこいいところ。ダメなとこはカット。ね。
ということでね、今日も、セントラルサーキットつくば支店、関東営業所ですね、盛り上がっておりますね。今日もまあいろいろコースレコードを出て、まあ俺も含めてね、またレコード更新とかいろいろ俺を中心に盛り上がったわけやけども、西のね、連中がね、やっぱ俺も含めて、盛り上がっておりますけども、これからはもっとガンガンいきますんで、よろしくお願いします。We'll be right back.